ることがご趣味だと伺っておりまして、60本を超えるギターを収集されていらっしゃるそうでございます。それでは藤田様、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、道彦さん、リサさん、並びに、ご両家の皆様、本日は、おめでとうございます。私、楽天株式会社マーケティング部の、藤田と申します。小松君とちょっと呼ばせていただきます。失礼します。小松君とはですね、今私が見ておりますマーケティングの、部署にもですね、少し兼務をしてもらっているという関係もあるんですけれども、その前のですね、営業にいる時からの付き合いで、彼と一緒にですね、アメリカ大使館に回ったりとか、ちょこちょこ、仕事をする中でですね、とても素晴らしい能力を持った人間がいるなというふうに、すごく感じました。でですね、本当に 見ても、すごいハンサムですし、すごく、腰も低くて丁寧ですし、それからですね、英語もペラペラで、MBA も取っているということでですね、本当に、完璧な男なんですけども、僕が素晴らしい能力だと思っているのはそこではなくてですね、いくらこっちが怒っても、それに気づかないというですね、特殊能力があります。もうこっちはですね、本当に、ね、完璧な男なんですけど、ミスもしますし、僕も先輩なんでガーガー言うんですけど、そのたんびにですね、またまた藤田さんそんなことおっしゃって必ず丁寧に言われるんですけど、僕の方がなんか間違えてるんじゃないかというふうな勘違いに襲われます。でですね、今回こんな格好で僕もここに立たせてもらってるんですけども、それもですね、彼から結婚式の招待を受けまして、で、まあ可愛い後輩なんで、ぜひ参加させてください と、申し上げてですね、そしたら藤田さんギターいっぱいお持ちなんで、ギター弾いていただけませんかみたいなことを言われてですね、私は先ほど紹介にもありましたけど、集めるのも趣味で、弾くのは全然趣味じゃないんで、あんまり弾けないんですけども、それでですね、丁重にお断りしてたんですけれども、彼がですね、また藤田さんそんなことをおっしゃってて言われ続けてですね、なぜかここに立ってるというところでございます。ですね、今日、お二人でですね、まあ歌わせていただきたいなというふうに思ってますけども、何の曲にしようかなというふうにですね、結婚式に歌われる曲集を部屋から見てたんですけども、先頃ですね、結婚された、吉田美和さんですね、ドリームズカムトゥルーのですね、イライラソース2というところですね、長いのでワンコーラスくらい、歌わせていただきたいと思います。吉田美和さんですね、何回目かの結婚なんで、本当にふさわしいかどうかわからないんですけど歌の方には罪がないので、歌わせていただきたいと思います。昨日練習したんでちょっと失敗するかもしれないです
とうございました。